こんにちは、ブラックパレードの良平です。今回も始まりました BP ブログ、本日はパフォーマンスショッパーのエピソードになるんですけども、今日はちょっとねシートを加工していきたいと思います。はい、というわけで前回シートベースをね FRP で作っていただいてたんですけれども、その後にもうスポンジも貼っていただいて、ある程度ざっくりな形をね整えてもらったので、あとは僕座ってみて、まあちょっと後ろがいいとかちょっと前がいいとか、その辺をねちょちょっと削って、まあ大体の仕上がりの形に今日はしていけたらなと思います。で今現状あるのがこんな感じです。でスポーツのリジットのフレームが、まあ、これカポって取れるんですけど、ここの結構ね本当はこうまっすぐ来てほしいんですけど、この1階のこの段付きがあって、それがあまり美しくないので、こういう風にちょっとこう横まで覆うような感じで、まあ、ここまで黒いのが来るんですけど、こうすることによってまあもうちょっとこうラインが綺麗に横から見た時の出るので、ちょっとこうシートがこうやって覆うような感じになってます。でかなり上からこっち見てもらうと、まあ、僕の手がこんぐらいしかないんですよね。すごいちっちゃいんでフレームも細いんで、まあ、難しいところなんですけども、まあ、この辺はほぼ座らないので薄め でこの辺に若干厚みがあって、で、まあ、ちょっとその BP サドルメンシートみたいにちょっとこうね、ステップアップみたいな感じで若干この角度をちょっとつけたかったので、今回まあざっくりとこんな形にしていただきました。でまあちょっとねまたがって、まあ、あとこう革の切り返しとかそういうところもちょっとずつ、やっていけたらいいかなと思います。で、まあシートはね今からちょっとやるんですけども、それ以外に、まあ、前回ねお見せしたこちらのバッテリートレイですねが、まあ、仮組みで今ついていて、下にコイルがついてて、ここにキーシリンダーがね来た感じですね。だいぶ進んでるんじゃないですかね。はい、であとはまあオイルタンク作ってもらってっていう感じになってくのかな。はい、じゃあちょっとまたがってみます。多分こんなポジションですね。もうスポーツちっちゃいんですよねやっぱり。でちょうどここのこの角が、まあ、ここで抑えられる感じなんで全然後ろには行かないんで、まあ、スピード出してもね抑えられるんじゃないかな。でちょうどいい具合にタンクで2グリップもできるんで、まあ、こうやって攻めれるし、まあ、ちょっとこうやってダラーンと乗ってもいいしっていう感じで、ね、普通乗るぐらいだったらまあこれぐらいで、ちょっと飛ばそうと思ったらこうやってちょっと攻めれるようなポジションですね。まあまあハンドルがねまたちょっと短くなったりするんで、まあ、こんなような多分感じになるとは思うんですけど、非常にポジションも、まあ、結構ねチョッパーだとこうねフリスコマウントってちょっと高くしたりするんですけど、多分乗りづらくなるんで、今回はこのままで純正のまんまで行こうかなと思ってます。でね結構ね座った感じあんまりこう不満がないというか、割とこれで結構僕のお尻にフィットしてるので、うん、まあそんなにこうちょっと前にするともうどんどんちっちゃくなって、もうここがすごい窮屈になっちゃうんで、できるだけ後ろにねここをちょっと薄めにして、まあお尻は痛いと思うんですけど、まあそこよりも乗ったポジション重視でいきたいですね。なのでほとんどねあんまりやってもらうことがないんですけど、いい感じに最初からできてるので、スポンジがねで結構高反発の固めのスポンジを使っていただいているので、あんまり沈みもしないんで、ある程度は吸収してくれると思います。であとは、まあ、前回お見せしたようにこのグリッパーのね素材と、カーボン調の生地がこうやって2種類あるので、今これをどう切り返しでこうまあデザインするかっていうところを、まあ今日ある程度決めていきたいなとは思ってます。はい、大体ねあの BP サドルメンシートだと、まあこう来てでここだけグリッパーだったりするんですけど、まあ、ダイヤステッチとかも多分今回は入れないと思うんで、まあ、ここはねもちろんグリッパーにして、まあ、ここをカーボンにしてもいいのかなとは思ってます。ここカーボンでこういう風に来る感じ
カーボンカーボンでグリッパーみたいな感じがいいのかなと思うので、まあ、ちょっとその辺を相談しながら決めていきたいと思います。ここで切り返して、うん、でここもまあ切り返しあって、うん、カーボンカーボン滑り止め、ここどうした？ここつなげた方がいいですか？そんなシートは初めてなんで。でも BP のシートはそうなんですよね、ダイナのやつ。ここだけ違う生地にしてるんですよね。じゃあここ乗ってる感じになっちゃいますかね、うん、ここ一体の方がいいですかね。うん、それか分ける分ける、それか一個切り返し入れてこっち中だけ。あー、そういうことですね。はい、か前と後ろで分ける。うーん、切り返し来る。でもここは決まってるじゃないですか、もう、うん、ここまではいいですもんね、うん、ここまで行っちゃっていいですか？ダメですか？言えるよ。赤ペンにしとこう最初。あ、そうですね。でもこの赤で黒が本番。そうですね。でも多分このラインは多分絶対いいと思うんですよね。ここで、うん、ブラックパレードだし、はいはい、一発入れて、ここカーボンでいいと思うんですけど、ね、うん、いいっすよ。ための素材なのにここにつけても別に意味ないですよね、うん、
きな質感が分かってきた。ここも切り替えですか、うん、どっちでもいいよ。うちで抜いて、そうか、そのままビューッと来ちゃうか、ここだけ。こっちはそのまま来る。ここも切り替えさせる。切り替えてないんですよね、こっちは。こっちは素材が多分変わってるから切り替わってる。ことね、切り替えちゃってもいいんですよね、多分。これいかんすかね。あると、角張って見えるっていうか。はいはい、そうですよね。ピタッと面が出る。まあ、せっかくこのデザインだったら角としようと思いますけどね。あとはもう切り返し、ここも切り返しで、ここはここ。できちゃう。できました、はい、終わりました。で、あれですね、じゃあこの辺作ってもらって、スイッチここで、あ、で、さっきのやつはスリーポイント。スリーポイントはどこがいいですか、ね、どこがいい。ローとハイビームと、ハイビームと LED、はい、どこにつけようね。まあ基本は多分やりっぱなんで、つけっぱというか、だからあんまりこう別に触りづらいところでもいい、全然いいですけどね。前はちょっと目立つもんね。こっちもでもバッテリーがあるから、ここはあれですもんね、配線出せるんですもんね。こっち向いちゃう。あれだね、ギターと一緒だね。あー、そうっすね、セレクター的な。それ使う？それでも面白いですよ、ギターの。黒いちょっとここここ、あっちの方がなんか触りやすいじゃないですか。カチッ。なるから。大きいね、ちょっと。ちょっと。こっちでも。別に黒ければ別に。黒ければ。そんなに。全部黒だったらいいってことね。そうです。黒であればそんなに目立たない。はい、というわけでこんな感じでね、シートの方はあとはもうきちっと、形整えてもらって、でその後上のね皮張ってもらってっていう感じになります。かなりいい感じのシートになると思いますので、僕も完成が楽しみにしてます。というわけで、まあ、またちょこちょことこう進行状況はねアップしていきたいと思いますので、また次回の動画を楽しみにしていてください。はい、というわけで今回の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。